ロシナンテチャンネル。1億2000万の三国志ファンの皆さん、こんにちは。ロシナンテです。今日の昼ですね。昼です。昼飯を食い終わった後に、コーヒーを飲んで、ぼーっとツイッターを見ていたら、こんな記事があったんですね。こちらです。あう！三国志の公式からですね。三国志14の公式ですね。広報スタッフ PS4 版でアップデを配信開始しました。 PS4 版だけなんですね。大変な時ではありますが、また開発がこっそりシナリオを追加しました。艦中心ここにあり。当初馬頭劉備らの活躍で検定が曹操の元を出したイフシナリオです。ただしナインとは異なりっていう記事ですね。はい、まあ、自分9をちょっとやってないので違いがわからないんですけど、9の時も似たようなシナリオがあったんですかね。ということで、どんなシナリオかちょっと見てみましょう。ということで新規開始。どんな感じかな。ちょっとこれ自分が何クリアしたかちょっとバレちゃってますね。まだクリアできてないのあるんですよ、この辺ね。はい、でこれですね。仮想199年11月、艦中心ここにあり。曹操と張飛と、東昌ですかね。はい。検定を曹操から救うべく、東昌は馬頭劉備と共に検定を巨匠から逃がした。しかし、脱出の時の攻防で馬頭と劉備が戦死する。馬頭軍は馬長が継ぐも関水に離反され、劉備軍は検定に随行するも、張飛の行方は知れなかった。張飛がどっか行っちゃったと。まあ、とりあえず、馬頭と劉備は戦死したんですね。さらっと死んでますね。はいはいはい。で、まあ、馬長軍があって、張飛がどっか行っちゃったよ。でも、張飛いますからね。と、まあ、ちょっと見てみますか。勢力は、まあ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 、一面がいて、馬長いますね。馬長。ただ、馬長は関水と一緒ではない。はい。ってことですね。まあ、馬氏一族がいるのかな。うん。馬長、馬球、馬体、馬鉄、馬運力に嫁の養子がいて、宝徳がいて、この人は不官っていう人がいますね。何者かちょっとわかんないですけども。はい。まあ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 、こんな感じか。ってことは、残りのうぞうむぞうが、うぞうむぞうが関水のとこ行ってんじゃないのこれ。はいはいはい、完全、はいはいはい、もう完全無造無造ですね、これ。はいはい、いますよ。トリプラーも。光線、理観、定銀かな。はい。これでどうしろっつうんだろう。まあ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 ね。はい、分裂してますと。うん。で、問題の、東昌ですね。東昌は、洛陽を抑えてるみたいですね。で、長安を馬長が持ってると。なるほど。で、検定がいますね。で、配下武将。どうだろう、当初。あ、劉備軍がいるのか。関羽。ふん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 。関羽ね。美宝。美軸。まあ、関氏、美氏ね。はい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 。劉備軍がいる。張雲がいないですね。張飛はどっか行っちゃったって書いてあったんで、まああれですけど、張雲がいない。ほう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 。で、孔侑、楊氏。この辺は名声持ちですね。名声持ちが最初から2人もいる。当初も名声持ちなのかな。あ、当初は違うね。はいはいはい。名声持ちがいきなり2人いますね。これは A。これは A。ただ戦えるのは、関羽ぐらいなのかな。なぜ、美宝が平等将軍で1万2000本ですよね、いきなり。なるほど。戦うのはちょっと、勘ぐらいで厳しいかなって感じですかね。うん、なるほどね。あとは、あ、張飛は序南にいる。なぜか序南にいますね。張飛。はい。張雲。あ、張雲、ここにいる。なるほど。張飛、張雲、そして張雲と仲良しの陳東。うん、この辺がまあ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 。うん、前衛はいますね。そして周宗、
涼歌あたりも戦えますね。うん、で寛陽がいてなぜか電陽、なぜか電陽もいると。なるほど、ここはまあ戦力的なバランスはいいけど文官が全然いない。なんかこの俗っぽいのがいますね。あ、なるほど、文官が全然いないと。これこれ面白いですか。何はともあれ曹操をぶちのめそう。謎のなんだそれ。まあ、これ序南から曹操軍をとりあえず ぶっ飛ばしに行くと。なるほどね、まあ、序南ならいきなりね巨匠攻められる位置にあるんで、うん、なるほどね。じゃあ、まとりあえず当初見てみましょうか。心得ました。今回のシナリオの、まあ、主人公ですね、はい、艦中心、はい、当初です。親愛武将王子服、兼用武将曹操と、何したか列伝ですね。社稷将軍、霊帝の母、東大号の甥、検定の義理の叔父。演技では娘が検定の妃で、なんていうのあれなんとか、演技では検定が長安を出して洛陽を目指した時、各氏の軍を破って検定を守った。李鶴各氏の乱の時に活躍した人ですね。曹操の救援を受けて洛陽入りを果たすと、烈公に奉ぜられる。その後曹操の増長を憎んだ検定から曹操打倒の密勅が仕込まれた玉体を受け、王子服、後志蘭、馬頭、劉備、吉平らと計画を練る。しかし下僕に密告され、娘の陶器人なども処刑された。はい、ということで、まああれですね、検定の、まあそばにいた人で、李鶴各氏の乱の時に、検定を洛陽に、逃がすために頑張ったよと。でその後、あれですね、血の血盤状ですね、血盤状を、結んで、検定の、検定から、まあ、曹操を打倒してくれという使命を果たそうとして頑張った人とっていうことですね。はい、ともう一人がこちら、はい、張飛です。毎度おなじみの張飛です。この男はなぜか、あれですね、巨匠脱出の時に、行方不明になって、なぜか、まあ、序南で山賊っぽいことをしているということですね。まあ、張飛に関しては、まあ、今更、多くを語る必要もないかな、ないかなと思います。はい。この二人が今回の主人公になるっぽいです。これで。さあ、オープニング見てみましょう。あれ？オープニングがない。あれ？オープニングないの？あれ？オープニングないな。ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、どうやらオープニングがなさそうですね。なんか張飛の方もちょっと見てみたんですけど、オープニングがなかったんで、ちょっとオープニングムービー欲しかったですね。いやー、ちょっとそれ楽しみにしてるところ、そういう節ありますからね。まあ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 、しょうがない。じゃあ紅葉さんにね、待たれていたみたいなんで、ちょっと中見てみましょう。はい、とりあえず当初は、洛陽ですね。はい、洛陽を持っています。はい、まあ、北の方はちょっと占領できてないですね。で、道館は馬長の方になっています。これ多分、同盟なんじゃないかな。同盟関係にありそうですけどね。ああ、そうですね。馬長とは2年間の同盟。徐州の陳頭とは12ヶ月、1年間の同盟ですね。うん、あとはない。張飛とは同盟になってない。まあ、張飛はね、行方不明っていう設定なんで。あ、まあ、馬長と24ヶ月。なるほどね。まあ、普通にこれを、このシナリオを進めていくとしたら、一番いいのは、まず、洛陽も、当初は洛陽を持ってますし、前衛の関羽はとりあえずいるんで、
まず前衛を確保しに馬超に行きたいところなんですが、これ2年間ってすごい長い同盟になるんですよね、なんで2年間内政する、2年間内政するか、馬超領をこう通って、ここですね、縁の長州、長州を攻める、長州を攻めるか、まあ長州を攻めても前衛取れないんですけどね、まあいますけどもいますけど前衛、まあ各長州は美味しいですけどね、まあこの縁ルート、縁を攻めて、長州軍を配下に加えるか、さすがにこう洛陽から北の炎章は、炎章は多分強、すごく強いんで、これは太刀打ちできないでしょう。でいきなり曹操と真っ向からぶつかるのもなかなか厳しいですよね。だからこれ縁を取りに行くっていうのが一番あれなんじゃないかな。縁を取って、でさらに、うまくいけば張飛を吸収して、張飛、関羽、張雲あたり揃って陳留、っていうルートが、まあ、正式ルートなのかな。それかもう2年間思いっきり内政して兵力も整えて、洛陽あのかなり都市的には大きな裕福な都市なんで内政はかなり楽だと思うんで、内政整えて、馬超を攻めに行くか、っていう感じですかね。なかなか東証は難しそうな感じはします。おそらく曹操もこう勢力伸びていくと思うんでね、って感じですかね。とは張飛ですね、張飛に関してはまず本拠地が徐南っていうことで、裕福な都市ではないんですが、守りやすくはありますね。山ばっかりなんで、張飛しかも長打持ちだったと思うんで、張飛、陣形、張飛、そうですね、張飛長打持ちですよね。なんで、しかも周宗梁家あたりも、こう梁家、あとは周宗も長打持ちなんで、まあ、守るには非常にいいんですが、攻めるとなるとやっぱり内政が足を引っ張りそうな気はしますね。一層序南から寿春を最速で行って寿春に本拠地を構えるっていうのもありかもしれないですね。ただ寿春はね、あの本当周りがねめちゃくそ攻めてくるんですよ。めちゃくそ攻めてくるんで、防衛なかなか大変ですけど、まあ序南よりは都市としては裕福、ただここでちょっと内政整えるかって感じですね。5を落とすのは現実的5都市あるんで現実的ではないので、武力に物を言わせて流氷軍に行くか、ここで陳頭の太刀を入れて内政官を整えて、この高陵と寿春で内政して曹操軍に攻め上がるか、可否とかね徐州に攻め上がるかみたいな形になるんじゃないかな。張飛もなかなか最初初動どう動くかで結構変わってくる感じはしますね。はい、ということで、まあ結局のところは曹操を打倒するっていうのが、これはまあ東照軍であっても、張飛であっても、まあ至上命題になっていくと思うんで、ここと戦う基盤をどう作るか、に関し、まあ、それに関しては東照の方がやっぱ洛陽を持っているっていうだけで、基盤は作りやすいですね。ただ東照は前衛の武将がいない、さっき言いましたが、関羽ですね、関羽、あれ関羽がいないぞ、なぜか、まあ、関羽しか、いないよと。で張飛は前衛の武将は関羽、張飛、あ、じゃ張飛、張雲ですね、張飛、張雲、陳頭あたりがいるんで、まあ、周宗と思いますしね。なんで前衛の武将はいるけど内政官がいないんで、どこを基盤にするかみたいな問題だったのかな、ってな感じですかね。張飛の方がやりやすいかな。
自分ならこっから、呪春に引っ越して鎮東を攻めて内政官、弱い部分の内政官をここで手に入れていく感じですね。この鎮東たちは多分鎮東と鎮慶がいるんですよね。鎮東鎮慶がいるんで、名声持ち2人いるんで、まあ、これこ取れればこの3、まあ、この4人でだいぶ内政的には楽かなっていう感じはします。ただなんで鎮東がこれ一つの勢力になってるのかよくわからないんですけど、あとはまあ大体一緒かな。京北は劉表が取ってる、調査まで取ってますね、はい、で5はまあいつも通り、孫作軍はいつも通りですね。でここは師匠が持ってて、職は劉将かな、もう劉将が持ってて、漢中は長老と、うん、まあまあいつも通りな感じですね。うん、はい、っていう感じのシナリオみたいです。で、僕もできるだけ早い段階でこのシナリオはちょっとすごい面白そうなんでやってみたいなっていうふうに思っていますので、まあ今回ねツイッター見て一番最初に思ったのが、マジか、えサプライズやんっていうことで、次に思ったのが、いやまだ信長編の途中だよっていうね個人的な都合がありましたが、まあなるべく早い段階で、東照編はちょっとやっていきたいなと思っています、はい、ということで、サプライズで追加された新シナリオ、貫中神ここにありですねの紹介になりました、はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。